山下雄平君、えー、自由民主党の山下雄平です、えー、質問の機会をいただきありがとうございます、えー、今日の省庁別審査で、えー、私は警察庁と環境省についてお伺いしたいと思います、えー、まず警察庁についてお伺いしたいんですけれどもお警察についてはですね、えー、私の地元で、えー、大昔ですけれどもこういうことがありました120年以上前、えー、明治28年にですね、佐賀県 唐津市肥前町の高久市というところで、コレラが大流行いたしました、でその時きに、増田敬太郎さんという1人の巡査が現地に派遣され、今でいう防疫措置に当たられました、この増田巡査が孤軍、えー、奮闘されて、コレラはあ収まったんですけれども、彼もコレラに感染して、えー、殉職されております。 たくさんの方が亡くなる中ですねそのご遺体をお一人で弔ったり本当と古軍奮闘されたおかげでこれらが治まり本当に多くの命が助かったという歴史がありますこの場所には増田巡査を祀った増田神社というものが建てられたんですけれども今でも佐賀県警はですね警察学校に入られた皆さんが毎年 お参りされておられます彼の功績を今でも称えておられます警察というのは我々の安心安全な生活を守る砦だというふうに思いますだからこそですね今この新型コロナウイルスが蔓延する中でもですねこの我々の治安の維持のためにですね尽力していただかなければならないと思いますしだからこそ警察関係者に この新型コロナウイルスに感染することがないように万全の対策を取っていただかなければならないというふうに思いますただ残念ながら警察関係者にも感染者が出てそして神奈川県警では亡くなられた方も出たというふうに聞いております警察としての新型コロナウイルスの対策をどのように行っているのかまた感染者が出た場合の 業務継続についてですね、どのように準備しているのか、武田国家公安委員長にお伺いしたいと思います武田国家公安委員会委員長、えー。お話にありましたように、佐賀県警におきましては、明治時代に感染症対策に従事して職に準じられました松田巡査の慰霊祭を毎年実施しているものと承知をいたしております。松田巡査はもとより国民をを守るるため危険を顧みずに日夜奮闘する 警察職員に改めて敬意を表したいと存じます5月12日までに、全国で合計97名の警察職員の感染が判明しておりますが、警察におきましては治安を維持する警察の機能が損なわれることのないよう、各種活動において、職員の感染防止に努めるとともに、職員の感染が確認された場合には、当該職員と染色のあった職員を、 自宅待機とするなど感染拡大防止のための対策を徹底しているところでありますまた警察署で感染が確認された場合には警察本部から支援要員を派遣するなど警察業務の継続に問題が生じないよう必要な措置を講じているところであります引き続き警察庁と都道府県警察が連携して新型コロナウイルス感染症対策に的確に取り組み 治安維持に主張が生じることのないように、警察を指導してまいりたいと思います山下雄平君、えー。多くはない人員と、まあ、広くはない施設の中で、大変難しいとは思いますけれども、ぜひ対策を万全を期してお願いしたいというふうに思っております。関連ししてこうした疫病や大大、ね、大災害事事故大事件などの情報入手や 情報共有についいいてておお伺いしたいと思っております警察組織では、サイバーテロ対策もあって、ですね作業用端末をインターネットに接続しないようにしてあるというふうに思ってますけれども、作業用端末の数とインターネット端末が、それぞれ警察官1人当たりにどれぐらい配備されているのか、数字を教えていただきたいと思います。 警察庁川原サイバーセキュリティ情報課審議官お答えいたします警察の業務は、警察庁ではデスクワークが中心であるのに対し、都道府県警察では交番で交代制で勤務する警察官のほか、犯罪捜査や交通の取締りにあたる警察官、警察本部や警察署でデスクワークに従事する警察官等が、 多岐にわたる業務も行っており、パソコンを必要とする程度も行っていることから、業務内容に応じて必要な台数の整備を行っておりますが、必ずしも1人当たりの台数という考え方になじまない面があることをご理解いただきたいと思います。その上で申し上げれば、警察庁では、国費により職員約8000人に対し、インターネットから切り離された端末を約7900台整備しており、職員1人当たりの台数は約1台であります。 また、インターネットに接続できる端末を、インターネットでの情報収集に当たる職員等を中心に、約1800台整備しておりまして、職員1人当たりの台数は約0.23台でございます。また、都道府県警察では、基本的に地方費によりまして、業務内容に応じて必要となる台数の端末を整備しており、警察庁において詳細な台数は把握しておりませんが、業務に必要な台数が整備されているものと承知しております。 山下雄平君。え、業務に必要な台数が整備されているという話でしたけれども、私佐賀県出身で佐賀県警以外の複数の県警の警察官の人からですね、足りないんだという話を聞いてですね、この質問をさせていただいております。私もあの防災担当の政務官をしてたのでですね、災害とか大事件とか大事故の時に。 行政から入手、情報するものが多いですけれども、今、この SNS が普及している中で,で、一般の人が情報を出していることで、新しい情報を入手することもたくさんあります、だからこそ、今、警察の人たちは、業務でなかなかインターネットを接続できないから、おそらく、使用の携帯であったり、パソコンであったり、そういったところで情報を入手せざるをえないという環境にあるんではなかろうかと思ってます。今小学校中学校校中でも1人1台 パソコンを配備しましょうというふうになっている中ですぜひとも警察の皆さんにもすぐにはなかなか難しいかもしれませんけれども一人一台のインターネット端末を配備するべきではないでしょうかぜひ武田国家公安委員長のご見解をお伺いしたいと思います武田委員長、えー、警察におけるインターネットに接続できるシステムの端末についてですが業務内容に応じて必要な台数の整備を行ってきているところであります 今委員ご指摘のとおり、社会におけるインターネット利用の拡大は日々進んでいるところであります。そうした情勢の変化を踏まえつつ、引き続き必要なシステムの整備に努めるよう、警察を指導してまいりたいと思っております山下雄平君。えまあお金もかかる話なので、すぐにはいかないかもしれませんが、ぜひ、武田大臣、よろしくお願い申し上げます。加えてででですけれども同じようにセキュリティののの問題でですねえ警察官の公用の携帯電話では 例えば LINE とか、メッセンジャーとか、ワッツアップとか、そのメッセージアプリを使えないというふうに思っています、もちろんそれは正しいことだと思うんですけれども、ただ、あの事件の捜査の現場では、ですね例えばグループで捜査して、内定したりとか、尾行したりとか、そういう時にに、瞬時に複数の人に情報をやり取りする必要があろうかと思っております。えー もし警察組織内でですね、そうしたあの民間のメッセージアプリを禁止するのであれば、捜査性に富んだですね、代替性のこのだ代替策を考えるべきではないけだろうかというふうに思いますけれども、ご見解をお聞かせください。川原審議官、お答えいたしますえ。ただいま委員からご礼事いただきましたように。 民間企業がさまざまなメッセージアプリを開発しているものと承知しておりますが、警察庁では情報セキュリティの観点から、複数の職員で迅速に映像、音声等の情報を共有する機能を持つ、機能等を持つ専用のデータ端末を国費により約5万台整備し、各都道府県警察に配布しているところでございます。引き続き現場からの意見等も踏まえながら、利便性の向上を図ってまいりたいと考えます山下雄平君。 え5万台配備しているということだったんですけれども、これはまあ佐賀県のような田舎の県警ではなくて、都会の県警の人に聞いても、ですねそれって何ですかという人がたくさんいらっしゃいました、つまり、なかなかがまず現場に届いていない、数として足りていない、逆にあと、使っていらっしゃる人に聞いたら、ですねやはり操作性がすごく悪いとおっしゃってました、なのでやはり現場では、ですね本当は禁止されているけれども、使用で LINE で皆さん、情報をやり取りしたりすることもあると。なののでお願いいしたいのは 禁止だと言って、あのその警察官一人一人取り締まるんではなくて、そういうことをしなくてもいいような形で、数の配備であったり、そうした捜査線に富むものの配備をぜひとも警察の皆さんにお願いしたいと思っております。警察庁に関する質問はここまでですので、あの警察関連の方、武田大臣、あの委員長のご,あのご了解いただければ、退席いいいただいて結構ですはい、警察庁関係の方、ご退室いただいて結構です。 続きまして、環境省についてお伺いしたいというふうに思っております。まずは、廃棄物、診療処理におけるですね感染、新型コロナウイルスの感染対策についてお伺いしたいというふうに思っております。毎日、私たちが家庭から出すゴミの処理に携わっている皆さんは、新型コロナウイルスの感染のリスクを抱えながら、業務に当たられております。こうした方々ののですね感謝の気持ちを ゴミ袋に書いて、皆さん、感謝の気持ちを届けようじゃないかという小泉大臣の提案であったりとか、そうした業者への小泉大臣のメッセージに対して、本当に皆さんからよかった、と嬉しいという声があの私に直接来ました、マスコミの中には批判的な書き方をするところもありますけれども、実際、佐賀県の業者の人本当にあの小泉大臣にあ,のありがとうとお伝えくださいと言われる方が何人もいらっしゃいました。 一方で、その歴史的にはこの疫病の流行というのが、われわれが出す廃棄物の適正な処理ができてなかったことによって、流行してしまうというような事例も多々ありました。私が住むような田舎、下水道が整備されていないような地域ではです、ね、民間の業者の方が、資料の処理に当たっていただいております。こうした業者の皆さんもですね えー、新型コロナウイルススのの感染にのリスクをを抱えながら仕事をされていますぜひ、あの環境大臣としてです、ね、新型コロナウイルスの感染の危険性を抱えながらも、この資料処理に当たっていらっしゃる皆さんへの思いをお聞かせいただけますでしょうか小泉環境大臣あのまず、資料処理も含めました、廃棄物処理の皆さんに光を当てていただいて、担当する大臣としてもありがたく思います。 山下先生からご指摘あったとおり、私から先月ですね、廃棄物処理にかかるすべての皆様にお手紙を出させていただきました、そして今年は特に廃棄物にとっては、一つの節目となる年で、今年は2020年は廃棄物処理法ができて50年、そしてその全前進にあたる汚物掃除法というのが明治33年にできて、今年でちょうど120年、こういう節目の年でもあります。そんな中 今、コロナウイルスの中で、我々の国民生活を支えるインフラを、この廃棄物処理システムを決して滞らせることがないように、感染リスクもある中でも、必死に業務に当たっていただいている、修行の汲み取り、そしてまた一般の廃棄物、また産業廃棄物、すべての方々に改めて感謝を申し上げたいと思います。ゴゴミミ袋に今私も家からを出すときは必ずマジックで 関係者の皆さんありがとうございますとそういうメッセージを今書いています批判もありましたそれよりも他にやることがあるだろうとかねしかし他にもやるべきことは環境省はしっかりやった上で感謝の言葉をその現場の皆さんにお届けをしたいこういった思いは一人でも多くの方にしっかりと理解いただけるように今後も変わらずに続けていきたいと思っています山下雄平君 この廃棄物業者であれ、この信用組み取りの業者であれ、ですね感染のリスクを抱えながらあ、業務に当たられております、マスクや手袋、ゴーグルなど、感染を防ぐ資材が充足しているのかも含めて、ですねゴミやこの信用の運搬処理の現場で、適正な 感染対策が取られているのかを行政として把握、そして指導していく必要があると思いますけれども、どのように対応されているのでしょうか、お聞かせください環境省山本環境再生資源循環局長。 答えいたします <laughs> あのご指摘いただきました点あの、大変重要だと考えておりまして、あの日々あの、関係業界と連絡を取りながら、えー、しっかりとその業務におきます必要なマスク等のマスクや防護服等の充足状況を調査、把握しているところでございます。また、すでに、えー、関係団体からの要望も受けまして、関係省庁と連携をいたしまして、マスクの調達先を廃棄物処理の業界団体に対して斡旋をして、実際にそれによって購入納品も進められてございます。ままたそれに加えまして マスクの購入が必要な地方公共団体に、マスクの注文の取りまとめというのをあの行っておりまして、この際には、地方公共団体から一般廃棄物処理業者、診療処理も含めて、ですねえ使用するマスクの購入も検討するようにお願いをしてございます。引き続き、こういった形で業界団体等を通じて、こういったあの必要な防護具がしっかりと現場で充足するようにあの取りり組んでまいりたいたと思います山下雄平君。 ぜひあの現場でどのように使われて、どのように実施されているのかというのにも、ぜひあの注意を払っていただければというふうに思っております。ここからはテーマを変えまして、離島で出るごみ問題について質問したいと思います。離島のごみ処理費用が 自治体の財政に大きくのしかかっております私の地元佐賀県にも友人離島が7頭ありますそこでもですね運搬であったり処理費用であったりまた運搬船の維持コストなどが財政を圧迫しています私の地元もですね 例えば同じように離島を抱えている三重県の鳥羽市などです、ね、いろんなところと情報の共有をされてますけれども、どこも苦しんでいるそうであります。環境省として離島のごみ処理問題について財政的な支援をする考えはないでしょうか、お聞かせください。山本局長 お答えいたしますあのご指摘のありました離島から出るゴミの処理費用そのものについて、あの環境省としての財政的な支援は行ってございません。こちらにつきまして、あの行政サービスとして地方交付税で措置されていると認識しております。あのなおあの、ゴミ処理施設の整備、ハードの整備に関しましては、循環型社会形成推進交付金等の広報補助事業により補助を行っておりまして、離島地域は交付対象について優遇措置を取っているというところでございます。 山下雄平君今、地方交付税で措置しているという話でしたけれども、ではの、地方交付税で地域振興費、過去人口の続投人口に関わる補正によって、えー、措置されていることになっておりますけれども、各自治体からはです、ね、経費の方が大幅に上回っているというような声が上がっております。総務省として、離島のごみ,ごみ処理費用は、地方交付税で適正に計上されているというような認識でしょうか、お聞かせください。 総務省内藤自治財政局長お答え申し上げます市町村役場がある姉妹以外をま続投と呼んでいるわけでございますけれども、続投におきましては、人の往来や物資の輸送に要する費用が他の地域と比べて高くとなりますために、ごみ資料の収集運搬などの経費が割高になるというふうに承知しております。 このような事情を踏まえまして、ご指摘のとおり、地域振興費におけます遠隔、隔あ閣延地補正の中で、続投の人口に応じた補正を適用いたしまして、需要額の割増を行っているところでございます。でこの続投の人口に応じた補正につきましては、実情を踏まえまして、平成27年度以降、清掃や消防等の経費を拡充しておりまして、具体的には、 平成26年度の交付税算定におきまして、3万2000円でございました当初人口1人当たり単価を、平成30年度までの4年間で、段階的に4万4000円まで引き上げたところでございます。今後も続投にかかる経費の実情を踏まえまして、適切な算定に努めてまいりたいと考えております。 山下雄平君、えー、実情に適正になってないから、多分そういう最後の答弁になると思うんで,です、ね、かなり、えー、自治体の財政を預かっていらっしゃる方からすると、持ち出しになってしまっているということなので、えー、ぜひ配慮いただきたいと思うんですけれども、それではあの離島振興を所管する国土交通省として、離島のごみ処理費用はです、ね、運搬費用を財政的支援しているのかどうか、現状をお聞かせください。国土交通省田辺大臣官官房審議官 お答えいたします、えー、国土交通省において、委員ご指摘の離島ごみの処理費用や、ごみの運行費用につきましては、離島活性化交付金の対象となっておりませんので、えー、財政的な支援を行っていないところでございます山下雄平君、えー。国土交通省としては、えー、これは財政的な支援の対象ではないということでありました。えー、聞いていいててたただいたようにです、ねえー、環境省としては ごみを担当する環境としては財政的な支援はしていません、でえー、離島を振興している国土交通省としても財政的な支援はしておりませんって。交付税措置はしておるけれども、総務省としてしておるけれども、自治体側からすると適正な形状がされていませんということで、えー、各離島を抱えていらっしゃる自治体が大変今、えー、苦しい状況に追い込まれているということが現状であります。こここれはは省庁の縦の縦割り問題もああってです、ね、じゃううちがここは担当しますっていう形にストレート ににに行っっっててななかかかたととといいううううことも非常に問題ではろふ思ますごみ処理というのはまあ自治事務だから、それは自治体の問題だというふうに突き放すだけではで、離島のごみ処理というのは、相晩、多分立ち行かなくなるんではなかろうかというふうに思っております。政府としてです、ね、例えば離島の観光の振興だ、産業の振興だとかです、ね、離島人口の定住を促進しようといろいろな施策をされていますけれども、離島にです、ね、ごみがあふれてしまう。 例えばもう、もう処理ができないから、もう放置してしまうみたいなことになってしまってはです、ね、離島に関する政策のすべてがおそらく立ち行かなくなってしまうんではなかろうかと思っております。小泉大臣は大臣になられる以前からです、ね、離島に本当に足しげく回っていただいております。だからこそです、ね、この問題についてです、ね、どのように認識されているのか、ぜひお考えをお聞かせいただければと思います。小泉環境大臣え離島ののいうのは あのこの山下先生が触れていただいたゴミに加えまして、例えばですね、海洋プラスチック、この漂着ごみの問題などもあります、そしてその島で暮らしている皆さんにとっては、ごみの課題っていうのは切実なものもあると承知をしています、特に先生のご地元の佐賀県唐津市に属する7つの離島、この離島の現状も今回、質問にあたって私も聞きました。人人規規模模のの島島から水百人規模の島まで その7つの島では、収集運搬の車が台船に乗って、台船から島を回って、で島の中でゴミを集めて、もう一回台船に戻って、本土で処理をする、もしくは島内でボックスがあって、そのボックスを船に乗っけて、その船を本土に持ってって処理をする、さまざまな形でご苦労があるんだろうと思います。まずは環境省として、しっかり自治体の皆さんが今、どういう課題に直面しているか、ヒアリングを実施をして、 現状の把握をしっかりとやって、何ができるかを考えていきたいと、そう考えています。山下雄平君、小泉大臣にはですね、何度も佐賀県にあの来ていただいておりますので、ぜひ次回はあの加津の離島にまで足を共に足を運んでいただければというふうに思っております。次に災害時に発生する廃棄物の処理問題についてお伺いしたいというふうに思っております。昨年は 台風などによって、日本列島、本当に大きな被害が出ました。私の地元、佐賀県でも、昨年8月27日、28日の豪雨によって、ですね甚大な被害が出ました。激甚災害にも指定されました。小泉大臣にもですね災害の直後に、地元自治体の皆さんのお話を聞いていただきました。災害は救命救急の段階が終わればですね、 この災害ごみの処理が大きな課題になってくると思います。昨年、私の地元、武雄の市長がこうおっしゃってました、災害で発生したごみは、もともと皆さんの思い出の品ですと、処理するのは心が痛みますと、でも災害ごみがなくなり、街がきれいになったとき、人は一歩前に進もうという気持ちになるのですと。 そういうことをおっしゃっておられました私も生活再建に向けて立ち上がろうとされている人の姿を見てですね、まさにその通りだというふうに感じましただからこそ災害ごみの運搬処理が迅速にできる体制を平時から作っておく必要があるというふうに考えております災害ごみの迅速な処理を妨げる要因はいくつかあろうかと思いますけれどもその一つは 処理場のキャパシティオーバーバだといいう,うに思います自前の処理場で処理できなくなる場合は、広域処理することになるわけですけれども、広域の災害であればあるほど、受け入れてくれるごみ処理場を探すのは非常に困難になります。こうした事態に備えて、ですね例えば災害時に災害ごみを優先して受け入れる処理場を事前に整備する。 いうことも検討すべきではないでしょうか災害ごみ優先の処理場は考えられないでしょうかお考えをお聞かせください山本局長 あのご指摘いただいたあの災害時のその災害廃棄物の受け皿づくりというのは大変重要な課題と認識しております。で、あの特に災害ごみ優先ということではないにしろですね。あの、地方公共団体のみならず、民間のお持ちのあの受け皿も含めて、そういったものを既存の施設を最大限活用して処理をしていくということが重要だと思っております。うん、また合わせてですね。あの、その処理量が多いということで、受け皿があの苦しいということもありますので、あの分別徹底をして再生利用。を図って いいくとうことも重要でございまして、東日本大震災の場合では85、85%の再生利用ができたという実績もありますので、そういったことも進めながら、あの広域調整も含めて、しっかりと受け皿整備を進めていきたいというふうに考えております。 山下雄平君。え自治体の中にはですね、こうしたあの災害優先のごみ処理場を作ってもいいぞというような自治体もあるやに聞いておりますのでですね、ぜひともそうした自治体の声にも耳を傾けていただければというふうに思います。またあの自治体はあの災害のこのごみの撤去に向けて、えー、悩ませるのはですね。 撤去先をどうするかということだというふうに思っています、えー、災害廃棄物の仮置き場の問題です、えー、災害廃棄物の仮置き場について各自治体のですね指定状況もしくは指定準備状況を国として把握していますでしょうかお聞かせください山本局長 はい、あの環境省が全国の市町村を対象に調査を行っておりまして、昨年度の調査結果におきまして、仮置き場の確保、あるいは候補地の選定があるとお答えいただいたのが、平成30年度末の時点でありますが、約60%、1037市区町村と承知しております山下雄平君。えつまり、4割の自治体が、えー、仮置き場の準備ができていないということだと思いますけれども、その理,理由について、どうお考えでしょうか山本局長。 あの環境省として併せてその環境受け場の確保、ご報知の検討における課題についても調査しておりまして、その際の,あの指摘されている内容としましては、災害時に利用可能な空き地の把握が難しい、他の利用用途との調整が難しい、あるいは専門的な情報や知見が不足している、あるいは検討に当たる職員や時間を確保できないといった理由が挙げられてございます山下雄平君、えー。このの指定済みの数だけが問題ではなくて 適地を指定できているかというような問題もあります、えー、公安局省は、えー、災害廃棄物対策指針で仮置き場として、えー、望ましい場所やその数留意しなければならない点などを自治体に示しています、えー、しかし、えー、自治体では条件の合う場所の選定や仮置き場の運営に非常に苦労しています、えー、どのくらいの自治体がこの指針を満たしているのか環境省として現状を把握していますでしょうかお聞かせください山本局長 はい。 あのご指摘いただきました災害廃棄物対策指針で考え方は示してございますが、個別にその考え方に沿って、具体にどこまで,把握できあの整備ができているかというところまで把握できているわけではございません。ただあの、昨年もの大きな災害がありましたので、今年の2月にです、ね、初動対応時の手順や、平時の事前検討事項などを取りまとめて、あの災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引きというのを作成いたしました。こういいったものを提示するあるいはあは実際に災害 にわれた時の優良事例や悪いあのうまくいかなかった事例などを情報共有することで、あの自治体におきましてあの仮置き場の設置管理がうまく進むようにというような取り組みの後押しをしてございます。山下雄平君、えー。事例の紹介ということでした、えー。本当にこうしたいろいろな問題についてですね、いろいろハードルがあります。えー、平時から私は自治体がその地元の民間業者であったり、えー、業界と意見交換することが非常に重要だというふうに思っておりますし、それについて の支援がやはり国としての支援が必要ではないいかととう,うに思ってております国として指針を示しているからと、それは自治体で計画をつ作ってくださいねと促すというだけではなかなかうまくいかないではないかというふうに思いますので、ぜひともです、ね、そうした自治体のが地元で,です、ね、うまく連携できるように、プッシュ型の支援をです、ね、環境省として考えられないか、ぜひ大臣のお考えをお聞かせいただければと思います。小泉環境大臣 山下先生からは、業界団体とか民間との連携、そういったこともご指摘をいただきましたが、今、環境大臣が災害廃棄物、この対策のエキスパートとして任命をした有識者、技術者、そして業界団体などで構成される災害廃棄物処理支援ネットワーク、これは DWEST ネットといいますが、こういう組織を立ち上げていて、自治体による災害廃棄物処理計画などの策定や人材育成、防災訓練、 そういいっったことなどへの支援を行っていますまた地域レベルでは、地方環境事務所が中心となって、災害廃棄物処理に関わる自治体や事業者団体に参画を呼びかけて、地域ブロック協議会を設置して、自治体が策定する処理計画の策定にあたって助言、各自治体が行う訓練への協力を行うなど取り組みを行っています。そししてて環環境省では防災減災減国土強靭化のののための3カ年緊急対策の一環として 災害廃棄物処理計画策定モデル事業を推進をして、計画を策定するための研修や図上演習などを、えー、自治体の支援を行っています。なお、プッシュ型というご指摘がありましたが、災害時には地方環境事務所職員のほか、例えば昨年の東日本台風によって大きな被害を受けた5県に、環境省の本省の課長級職員を派遣するなど、11都県に延べ 1> 約1300人の職員を派遣をして災害廃棄物処理体制の構築に努めているところでもありますこれからも引き続き平時災害時ともにプッシュ型でできることはやっていきたいと考えております山下雄平君ありがとうございます以上終わります i thought